ボートレース下関の海峡ドリームナイター一つ目の準優勝戦第9レース開始です。対戦メンバー1号艇黒崎達也、2号艇遠藤恵美、3号艇柳田秀明、4号艇野添隆弘、5号艇岸影明、6号艇加藤優太、以上の6名です。1、2、3、4、5、6、動きなく本番も枠内作戦待機行動です。人気の中心は1号艇黒崎達也。さあ、優出一番乗りなるか、注目集めての陰線。相手として注目は2号艇遠藤恵美、2コース。昨日後半は2コースから6着大敗喫しておりますが、さあこの2コース戦きっちり優出なるかという遠藤。3コースに3号艇柳田秀明、4コース角4号艇野添隆弘、5コース5号艇岸影明、大外6コース6号艇加藤優太です。マイペースに枠なり3対3、それぞれスリット方向をへさき向けて、最後に3号艇柳田もスリット方向をへさき向けて体勢整います。依然スリット付近は追い風緩やかというコンディション。第9レースの準優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース1号艇黒崎、0台前半踏み込んだスタートを決めています。スリット後は5コース5号艇岸影が出ていく。1号艇の黒崎に対して5号艇岸影がまくって沈めた波乱か、刺して2号艇遠藤、あとは6番3番4番ですが、5号艇岸影明がここは5コースからまくっています。そして差し上がるのは2号艇の遠藤、あとは3番6番1番あまりさがな後方4番です。スタートは前提正常。さあ2号艇遠藤もしぶと食い下がりますが、抑え込んでいく5号艇の岸影、そして2番手2号艇遠藤、変わらず3番手は外を回した6号艇加藤で5、2、6、5番2番6番レースは2周目に入ってきます。5号艇岸掛トップ、2番手2号艇遠藤、3番手6号艇の加藤に対して1番3番が接近、最後方4番です。さあ3番手争い、今度は1号艇の黒崎が潜り込む、6号艇の加藤が外からかわしに行くという3番手争いですが、6号艇加藤が外から優勢か。5号艇の岸掛も0台踏み込んだスタートでしたが、一気にまくっています。そして2番手2号艇遠藤抜け出して3番手争い焦点、内は1号艇黒崎、外は6号艇加藤。3番手争い1号艇黒崎に対して6号艇加藤が外を襲いますが、これは流れて3番手は逆転、1号艇黒崎浮上。5、2、1、5番2番1番レースは最終周回です。波乱を演出、5号艇の岸掛明がトップ、2番手2号艇遠藤恵美、3番手1号艇黒崎達也で5、2、1。1号艇黒崎もスタートいったんですが、それ以上に5号艇岸掛の思い切った攻めにはまってしまいました。5、2、1、5番2番1番で最後の向こう上面です。2連単5、2、168倍、ちょうど3連単5、2、1、442.4 倍を示しております。3連単はなんと4万周大波乱となりそう。5号艇岸掛トップ、2番手は2号艇遠藤、3番手土壇場6号艇加藤、ちらっとやってきますが、1号艇黒崎キープの5、2、1。第9レース準優勝戦、1着番岸掛ゴールイン、2着2番遠藤ゴールイン、3着1番黒崎ゴールイン、あとは3番6番ゴールイン、そしてラストで4番が今ゴールイン。